ちょっとお伺いしますが、専門的な調査はいつされますか。ちょっと即止めてください。時間もないので、委員長、答えられないので。大丈夫、はい、現場大臣。いや、これ、小野寺委員ですね、日本政府がですね、その専門的調査を、本当に技術者を派遣して、こと細かにですね、行うということがですね、本当に適切なのかどうか、つまり、いやいや、技術者ですよ、技術者、日本国政府がですよ、日本国政府が。私たちは政府間で協定を結ぶんですよ。日本国政府がですよ、本当に技術者を派遣して、で、大事なことは、そういうチェックがきちっとできるですね、体制が整っているかどうかということを、我々政府としてはやはり判断する。それはまさにですね、IAEA も含めた、そういうチェックを受ける、そういう体制になっているということを確認できたということだと思うんです。小野寺一則君。技術者派遣しない、日本政府は関与しない、だけどこの協定、国会で結べ、委員の皆さん、本当にこれでいいんですか、なんで前回止まったか、心配だから、この水の問題どうなのか、それを政府確認してくれ、だから今回まで伸びて、そして私たちはちゃんと検査結果があって、技術者が行って、水が大丈夫で、福島のことがもうヨルダンで起きないと、これが分かったから、今日この委員会で私どもは賛成して採決しようと思ってきたわけじゃないですか。ところが今話を切ると、調査はちゃんとしていない、専門家は行っていない。あまりにこれ怠慢じゃないですか、総理、どう考えますか。内閣総理大臣。先ほど外務大臣の答弁があったとおり、基本的には安全性についてはその国が基本的には責任を持つということであります。でその際にきちっとその安全確保できるかどうかの確認にですね、今回は政府が調査団を送ったというふうに承知をしていまして、例えば今の水の件でありますけれども、ヨルダン政府からは建設が予定されている110万キロワット級の原子炉に必要となる年間水量は2500万立方メートルであって、同下水処理場からは現在約8000万立方メートルの処理水が生産をされるので十分に対応可能であり、原発サイト内に運転用貯水池と非常用貯水池を設置する予定であると、こういう説明を聞いて、参考人がご懸念をされた問題について一つ一つこういう説明を聞いてきているということでございます。小野寺一則君。福島の経験を生かすと冒頭おっしゃいました。どこが生きてるんですか、今回のこのヨルダンの協定の中で福島の教訓が。普通であれば冷却する問題大丈夫か、技術者が言って、ヨルダン政府は技術がないから日本に求めてきてるわけでしょ。その技術がないヨルダン政府にこれはあんたの責任であんたの問題だと、これがこの協定の本当の筋じゃないでしょ、皆さん。この協定の筋というのは、日本が安全だ、大丈夫だというものを相手の国にちゃんと根節丁寧にする、日本の今までの国際的な信用ってこれじゃないですか。なぜここで一言、ちゃんと専門家派遣して、この水の問題を、この国会のこの審議のまでにやってくれなかったんですか。もう一度お伺いします。福島の教訓が、このヨルダン協定には生かされますか、総理。内閣総理大臣。まずはですね、ご懸念があったその冷却水であるとか、あるいはテロの問題とか、あるいはそのもろもろのご指摘、それをどうやってクリアしていくかと、でそれは今後 IAEA のだとか国際的な基準をしっかり守っていきますよという、まず基本的なことを今回確認をして、で特にさっき言ったように冷却水の問題はどうするかとか具体的な話を聞いてまいりました。で当然のことながら、福島の事故の教訓をこれからも生かしながら、どういう協力、技術協力ができるかなども含めて、これから議論をしていくということでございます。委員長。小野寺一則君。この問題、これから質問されます河合委員もしっかり質問されると思います。私どもこの委員会であれだけ議論をして、採決の直前に実はなぜ止まったかというと、おそらく今日いらっしゃる委員の両親だと思いますよ。本当にヨルダンとこの協定を結んで、もしこの冷却水で何か起きたときに、私たちは日本政府としては大変申し訳ない、そう思うから、実は伸ばして今回、この審議になったんだと思います。私は政府の怠慢というのは、これは今回明確だと思います。委員会であれだけ指摘が出たんだから、本来であれば技術者をぜひ派遣していただいて、1週間なり10日なり水の確保が日本の技術者から見ても大丈夫だという、そういうことが本来は責任としてやるべきだった。それをされてないということは、これは大きく反省をいただきたい、そう思っております。最後に一点だけちょっと確認をしたいことがあります。この原子力協定とは違うことで大変恐縮なんですが、市川防衛大臣の問題についてございます。
総理はこの田中前沖縄防衛局長の問題、不適切発言の問題でこれ更迭ということを判断をされましたが、私どもやはりブータン国王の問題も含めて市川防衛大臣のこれ任命責任大きいんだと思っています。総理に確認をします。総理はかねがね適材適所で大臣を選んだとおっしゃっておりますが、市川防衛大臣も適材適所で選んだと今でもお考えでしょうか。内閣総理大臣。前沖縄防衛局長の発言についてはこれは極めて遺憾であり、そして更迭は妥当である、当然であるというふうに思いますし、沖縄の県民の皆様には改めて深くお詫びをしなければいけないというふうに思っております。でその上で、先般の宮中晩餐会めぐる発言も含めて、担当大臣本人は大変軽率であったということを深く反省をしています。そういうことを含めて、きちっとこれから脇を引き締めてですね、職務に遂行してほしいというふうに思っている次第であります。委員長、職務に遂行していただきたいということは、やはり今でも市川大臣は総理が選んだ適材適所のいわゆる、適材というふうに、お考えかどうか、はいかどうかお伺いしたいと思います。内閣総理大臣。これまでの政治経験や知見を含めて適材として私が選ばさせていただいておりますし、その気持ちは変わっておりません。委員長。小野寺悦則君。再度一つだけ確認をいたします。今回の一連の問題を踏まえて市川防衛大臣を罷免される、あるいは自発的に辞任を促される、そのようなおつもりはございますでしょうか。内閣総理大臣。一層緊張感を持って職務に当たってほしいというのが私の気持ちでございます。委員長。小野寺悦則君。続けていただきたいというふうに取らせていただきました。どうも今日はありがとうございました。